場のステージで式典を執り行います。ご来賓の皆様はご着席いただきますようお願い申し上げます。たくさんの皆様のご来場誠にありがとうございます。ただいまから第11回荒川バラの市の式典を開始させていただきます。私本日司会を務めます荒川区防災都市づくり部道路公園課長大木と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは本イベントの主催者である荒川区を代表いたしまして西川太一郎荒川区長よりご挨拶を申し上げます。西川区長、よろしくお願いいたします。こんなに長い感じでもう何が書いてあるか例年一緒でございます。まずはこの会をお支えいただきます荒川バラの会の皆様はじめ、いろいろお世話になります。どうぞこれからも都電の町そして福井区と香る勝利の町荒川をしっかり維持していけるようにご来場のご指導をいただいております、区議会議員都議会準不動で失礼をいたしましたが皆々様のお力添えをいただきながらお願いを申し上げます。
っていうようなことがここに書いてあるんで、まあ以上でありがとう。西川区長ありがとうございました。続きましてご来賓の皆様を紹介させていただきます。ご来賓の皆様から一言ご挨拶をいただきたいところではありますが、進行の都合上ご紹介のみとさせていただきます。大変恐れ入りますが、お名前をお呼びしましたらその場でお立ちいただきますようお願いいたします。また順不同にてご紹介いたしますのでご了承願います。東京都議会議員滝口学様。おはようございます。東京都議会議員慶野真一様。おめでとうございます。荒川区議会議員志村博司様。どうも。荒川区議会議員並木和元様。おめでとうございます。荒川区議会議員茂木博司様。荒川区議会議員明戸真由美様。荒川区議会議員中島義雄様。荒川区議会議員保坂正人様。荒川区議会議員松田智子様。荒川区議会議員菊池秀信様。おはようございます。荒川区議会議員森本達夫様。はい、おめでとうございます。荒川区議会議員増田美音子様。はい、荒川区議会議員山口光一郎様。はい、おめでとうございます。荒川区議会議員斉藤久里子様。荒川区議会議員小林幸男様。荒川区議会議員夏目亜紀様。荒川区議会議員清水博史様。はい、荒川区議会議員小坂英二様。おめでとうございます。荒川区議会議員藤沢志向様。はい、荒川区議会議員川内ひとみ様。続きまして荒川区教育委員高野様ご夫妻が見えられてございます。はい、続きまして本日のバラの市を講演していただいております東京都交通局から荒川電所営業所所長佃直樹様。同じく交通局電車部営業課長日田久美子様。同じく交通局電車部事業改善担当課長岡田武明様。おめでとうございます。京成電鉄株式会社大竹博文町屋駅長様。はい、おめでとうございます。その他、今日は株式会社サンポップからも、ご協力いただいております。荒川青果商組合もすでに、販売を開始させていただいております。今日も一日よろしくお願いいたします。またですね、本日は町屋駅の、周辺の7つの商店街または7つの町会からも、町会長様、商店会長様がお越しになっております。本日はありがとうございます。ご紹介は、以上でございます。続きましてイベントの会場に先立ちまして、本日販売等のお手伝いをしていただく荒川バラの会の皆様に会場宣言をお願いしたいと思います。荒川バラの会の皆様、ステージの上へよろしくお願いいたします。
皆様おはようございます。バラの会です。荒川バラの会です。皆様会場をご覧ください。今年も色とろどりのバラを販売いたします。今年はバラの花の勢いもいいんですけど、ことに香りが素晴らしいです。皆様全身で香りを浴びてお楽しみください。みんなでバラの市を盛り上げていきましょう。せーの、頑張ろう。荒川バラの会一同、令和になっても、美しいバラを咲かせ続けてまいりたいと思います。ご来場の皆様大変お待たせいたしました。第11回荒川バラの市開場いたします。それでは第11回荒川バラの市をスタートいたします。豪華に咲くバラを存分にお楽しみください。以上で式典を終了させていただきます。どうもありがとうございました。まあ今日こんな感じで晴れたり曇ったり。